皆さん、こんにちは。ゴール o TV です。今週もよろしくお願いいたします。えー、第一部は銀について触れていきましたけども、第二部はプラチナですね。はい。金があまりにも上昇しすぎて、えー、円建て、えー、でグラムあたり1万2000円ぐらいまで上昇している中、えー、このプラチナそれと銀 まだ出遅れてるということで、非常にね、投資対象として今、関心が高まっているという状況です。ただし、このプラチナ、まだまだ、あの、横ばい、えー、テクニカルラリーが続いてますので、えー、投資対象として興味がなかなか高まらないという状況でもありますね。えー、この10年、2000、今年2024年ですので、2013年、2014年、 以降、ここ過去10年間、ほぼ横ばいで推移しています。まあ、この失われた10年といいますか、この過去の推移からすると、いよいよ今年来年あたりから、このプラチナ相場えー、急発進してくるんじゃないかな、というふうな期待感があります。はい。ということで、えー、プラチナの状況を見ていきたいというふうに思うんですけれども、えー、まあ、最初にこの示してあります通り、 プラチナの需給統計、価格を決定する需給、これがですね、去年、2023年に続いて、今年の2024年、この見通しについても不足するというふうな状況になってますので、少なくとも、えー、相場、価格は下げないであろうし、今後、まあ、いつ急激に上昇してもおかしくないというふうな、えー、状況になっているのが、今のプラチナであるのかなというふうに思ってます。 で、えっ、ー、と、まあ、金はね、ずっと上昇が続いていて、2000ドルって節目を突破した後も、まあ、上昇が続いて、今、2500ドル近くまで上がってるんですけども、それに対して、プラチナンの方はですね、なかなか上がりきれない、1000ドル付近で横ばいの推移をしているということで、まあ、この、長期にね、この低迷した相場、これ、トレンドが一回できると、まあえー、その流れに沿って、 上昇が続いていくのかなというふうなことが考えられるんですけども、いよいよ今年はですね、2024年はプラチナ不足、これが深刻化しつつある中で、何かのきっかけがあればですね、上昇が、まあ、鮮明になってくる可能性があるのかなというふうな感じがします。プラチナは横ばい水移でかなりね、長いですね。まあ、このグラフが示してあります通り、2015年、 の下落相場からですね、ずっとこの1000ドル、800ドルから1000ドルを中心としたもみ合いが続いているというふうな状況です。まあ、えー、最安値は2020年、コロナ禍で、コロナ,のコロナ禍でですね、えー、世界的に、まああ、例えば都市封鎖とかあの、外出しないとかですね、えー 宝飾用のプラチナとか金の需要が減ったというような状況で、一位、ぐーっと下げて500ド,ル500ドル台まで下げた時期もありました。ちょっとここから戻ってですね、2021年、えー、1300ドル、あるいは1400ドル近くまで上げると、需要もあったんですけれども、それ以降はまた再びモミニアに入って、今また足元では1000ドル付近で推移するというふうな流れになっています。 もうこのグラフを、ね、見た通りですね、失われた10年というふうな状況になってます。ただですね、あのまあ、冒頭で申し上げましたけれども、今年2024年、えー、前年に続いての2年連続の供給不足ということで、これがプラチナ相場を上昇させる起爆剤になってくる可能性はかなり高いというふうなことが言えますし。 この失われた10年、ね、これを取り戻すという意味でも、いよいよ今年来年あたりから、えー、上昇が鮮明になってくるというふうな期待をかけてもいいのかなというふうな感じがしてます。まあ、不足してる、不足してるって言いつつ、じゃあどうなってるのかっていうことなんですけれども、これが、えー、WPIC ・ワールド・プラチナ・インベストメント・カウンシル、こちらが示したプラチナの需給になります。2024年、供給が、えー、22億7900万トロイオンス。 これに対して、えー、需要が24万1400万トロイオンスということで、あ、これトンベースですね。ごめんなさい。えー、トンベースを見ますと、えー、227.9トン。で、需要が2241.4トンということですね。だいたい金の時給規模っていうのは4000、年間4000、4000トンですので、まあ、それに対して20分の1あるいは15分の1ぐらいの規模しかありません。 まあそれだけプラチナの需給規模っていうのは金に比べてすごく小さいんですね。なので、この不足というふうになると、金に比べてこの不足の幅っていうのはかなり大きいということになります。ですので、まあ、それを根拠にして相場がこれから強くなるということを言ってるわけなんですけども、えー、まあね、不足、まあ、銀の方でも触れましたけども、この不足っていうのが即価格の上昇につながるっていうのは過去の実績。 当然普通の一般的な方程式になるわけですから、まあそういう理屈になるのかなというふうな感じがします。まあ、時給関係を、まあこのどれだけ不足しているのかっていうのは、この作品、えー、のグラフになるんですけども、2020年のときも不足にあったんですけども、21年、22年、これは、あそうですね、21年、22年、これが供給過剰になっていました。 ところが2023年に、えー、供給不足になってですね、で、今年2024年、再び、えー、去年に続いて不足の事態になる,なるというふうな見通しになっています。で、えー、ここからですね、需要と供給それぞれでちょっと見ていきたいというふうに思うんですけれども、まず、供給の方ですね。供給の方の一番最大の部分,分野というのが、当然、えー、鉱山生産。 なってくるわけなんですけども、プラチナの世界最大の生産国、供給国は南アフリカです。で、第2位がロシアです。で、プラチナという物質、ちょっと余談なんですけども、プラチナって物質は、えー、自然界で作られるものではないです。この地球環境っていう中において、このプラチナっていうレアメタルが生成されることはありません。なので、 えプ,ラプラチナとかあのパラジウム、これは地球外からのものっていうことですよね。地球外ってことは要するに隕石にくっついてお落ちてきたもの。それ,それを、まあえー、利用して使っているということですね。なので、このプラチナを取れる地域っていうのは限られてくる。昔、大昔、古来隕石が落ちた地域でしかプラチナを取れないっていうことなので、この南アフリカ、ロシア、あるいはジンバブエ、 こういった一部の地域しかプラチナは取れないということですね。で、一番大きいのはこの南アフリカっていうところなんですけれども、南アフリカの金鉱山、あるいはプラチナ鉱山、パラジウム鉱山、これを、これ、まあ、ボーリングっていうの地下深くまで掘り下げて、この鉱山物資をあの採出するんですけども、南アフリカで問題になってるのが、この電力不足。 まあ鉱山を掘り下げるにも、生成するにも大変なの電力がいるんですけども、それがあのこの大手電力会社、エスコムがですねあの機械の老朽化とかで、十分に、普通に今日電力供給ができないという状況が続いてます。 これに伴ってですね、この南アフリカでのプラチナ生産が、まあ、一時期止まるとか、過去そういった報道があったんですけども、ただ実際に蓋を開けてみるとですね、そんな深刻な状況ではなくて、ある程度、えー、一定規模で南アフリカのプラチナは毎年供給されてます、生産されてますので、あまりもう気にする必要ないのかなっていうような感じですね。はい。 で第2のロシアも、ですねあのウク、ウクライナとの戦争、まだね、あの続いてますけれども、この有事の状況がロシアからのパラジウム、あるいはプラチナ、これの供給をまあ減少させるのではないかっていうの見方もあったんですけども、まあ、この WPIC の時空統計を見る限り、まり、あ、南アフリカと同じように大きな供給の減少というのは認められないので、 この有事による影響というのは、まあ、限定的なのかなというような感じですね。はいまあ、これが実際のプラチナの鉱山生産ですけれども、だいたいこの177から1780、80? この間で推移してますので、まあ、プラチナに関しては最大世界最大のプラチナの供給国、鉱山国、南アフリカ、第2のロシア。 共に問題は抱えているんですけども、一定量の供給は、まあ、保守、担保されているという状況になってます。まあ今申し上げたこの南アフリカですね。はい。ロシアですね。第,第1位、第2位、あと第3位のジンバブエ。共にね、ほとんどこう、大きくこう減少するっていう年もなく、 ある程度、毎年、あの、一定の量は、まあ、保証され、担保されているという状況ですね、はい。そうですね。はい。南アフリカ、ロシアともに大きくこのデータの変化はない,いですね、はい。で、次に、じゃあ、需要の方、消費はどうなっているのかっていうことなんですけども、 こちらの方もあまり変化はないんですけども、唯一大きく変化が出てるのは自動車触媒用需要ですね、えー。宝飾需要、プラチナ工業需要ともに大きな変化はないです。ちょっとね、この宝飾需要はスケールが、左側のスケールがちょっと、あの、取ってる、ゼロじゃなくて56から取ってるので、こう、凸凹があるように感じますけども、ゼロからのスケールではほとんど変化はないですね。 あと、プラチナ投資需要もほとんどもうゼロに近いところで推移してますので、これをまあ、あまり積極的にザリをする必要もない。で、この伸びてるのがこの自動車触売需要ですね。はい。世界的な流れで,ですね、えー、EV 車、電気自動車化が進んで、プラチナ需要がどんどん減って、えー、なのでプラチナの需給構造、これは慢性的な供給過剰になってですね、 まあこの食用需要が減ることによって、供給過剰になって、プラチナ相場は、えー、下落が続くというのは見方が強かったんですけれども、いや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 、蓋を開けてみたらです、ね、減少どころかこ、こ,ろかこの自動車食用需要はこう伸びる一方ということですね、今見てもらっている2020年以降、これでも1、2、3、4、5年連続で増えているという状況ですね。 まあ今年は、今年の見通しはね、わずかな伸びではありますけれども、それでも、前年から押し込むことはなくて、えー、拡大の一歩、拡大の一途をたどっているという状況ですで。この自動車職場の方だけね、ピックアップして見てみたいと思うんですけども、まあ、これ同じ表ですね。このね、シェアもすごい増えてるんですよね。えー、当然、この、需要が増えてるので、当然なんですけども、 全体的なこの自動車、触媒の分野の視野も拡大しているという状況です。2019年時点、5年前では全体の視野、自動車の視野は33%だけだったんですけれども、今え、今年の見通しによりますと、全体の44%までこの自動車、触媒用の視野が拡大するという状況ですね。この工業とかね、宝飾用。 あまりこう変化がないんですけどでも、投資用が減ってるんですよね。投資用が減ってる。まあ、その分を、この自動車の分野がカバーしているという状況ですね。はい、まあ、当然、このご、ご承知だと思うんですけども、自動車触媒用事業というのは、この排ガス規制、ガソリン車における排ガスを規制するために、この、えー、二酸化炭素あ、二酸化炭素、このガ,ガス、排ガスをですね、えー、減少させるための装置、 これでプラチナが使われているということですねで。これから世界的な流れとしては EV 車、電気自動車化がどん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 進んでくるので、ガソリン車がどんどん減ってくる。ガソリン車が減るってことは、この自動車触媒用装置がいらなくなりますので、まあ、その分だけ触媒、えー、需要が減る。 プラチナの消費も減ってくるというふうな見方が、えー、圧倒してました。だから、プラチナ相場はずっと下げてるんだというふうな見方なんですけども、見方だったんですけれども、実際どうかっていうと、今ね、あの、時給統計のデータ見てもらった通りで、まあ、4年連続、あるいは5年,5年連続で増加の拡大してるということです。で、なぜこの EV 車ではなくて、このハイブリッド車、ガソリン車が増えてるのかっていうのは、まあ、それだけ、 えー、ハイブリッド車の、まあ、えー、車的な性能、これがすごくいいということと、まあ、それと、あの、ほとんど排ガスが出ないほどですね、排気ガスが出ないほど、今の、えー、改良が進んでる。ということで、地球環境にも優しいですし、それと、あの、車的な性能も維持されてるし、 っていう分野ですね。逆にあの、なぜ電気自動車がそれほど伸びていないのか。えー、ハイブリッドよりも伸びてないですね。もちろんどっちも伸びもちろん EV 車も伸びてるんですけども。まあやっぱり値段が高い。まだまだ値段が高くて手が届かない。500万ぐらいになるとね、なかなか買えないですよね。500万以上となるとね。それとあのー、走行距離が限られている。フル充電になっても、 まあ、せいぜい、えー、400キロとかね、500キロ前後となると、まあ、長距離、非常に、まあ、長い距離走るのには適していない。それと、例えば、えー、ガソリン車でしたらね、ある程度距離が読めるんですけども、山道でもし電気がなくなって、渋滞しなければならない。じゃあ、どういうふうにその電源が取るのかとかね、まあ、いろんな問題があるみたいで、まあ、詳しいことはちょっと私もね、専門家じゃないんでわからないですけども、 まあそういったこともあるので、今逆に EV 車が売れてないっていう状況が伝えられてますよね。特にあの EV 車を進めてるヨーロッパ。ヨーロッパでは今、電気自動車よりもやっぱりハイブリッドが売れてるっていう話よく聞きますし、あと中国でもね、電気自動車なかなか売れないっていうような事態になってるってことも聞きますね。中国ではなんかね、電気自動車のメーカーがバタ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 倒産してるって話も聞きますし、 あと、テスラ車、電気自動車の、電気 EV 車の先駆者である、えー、テスラ車なんかもね、えー、なんか状況が良くないような話もよく聞きます。ということで、それに代わって、このハイブリッド車がね、すごく売れてて、えー、世界最大のハイブリッド車のメーカーであるトヨタ、これが過去最大の収益、過去最大の販売台数を記録したっていう風な話題もね、 結構伝わってますので、まあ、e、EV 車の人勝ちではない、むしろハイブリッド車が凌駕しているという状況がありますので、まあ、その分だけ、えー、排気ガス用のプラチナ需要も伸びてるというふうなことですね。まあ、実際この東京を出している WPIC の分析は、この、ここに書いてある通りなんですけども、まず一つ言ってるのが、 なぜこのプラチナ需要が伸びているのかという部分をこの WPIC のアナリストが分析しています。一つがパラジウムとの代替が増えてるということを指摘しています。もう一つが、えー、厳しくなる配合規制に対応するためハイブリッドシアの需要が伸びている。この2点ね、挙げてますね。ここで日産証券からのお知らせです。日産証券では株式、 投資信託、債券・株価指数先物取引から商品先物取引、外国為替証拠金取引、株価指数証拠金取引まで取扱い商品を拡充し、あらゆるお客様のニーズにお答えできるようサービス環境を整備しております。特に商品先物取引では対面取引、オンライン取引、コールセンター取引に対応し、すべてのお客様に安心してお取引いただくための 取引環境をご提供しておりますセミナーやキャンペーンも随時開催しておりますので日産証券ホームページでご確認ください以上日産証券からのお知らせでしたはい。まあ、こういったことがありまして、えー、次に見ていただいているのがじゃ在庫どうなってるのかっていうことなんですけども供給が不足してる分だけ当然その分在庫が 減るという流れになっています。2022年の段階で156.8トンあった在庫ですけれども、2024年末の段階での見通し、115.1トンまで落ちるということですね。この間、まあ、約40トンぐらい減るだろうというふうな見通しになっています。まあ、こういったこともあってですね、プラチナ相場、当然上昇が予想されるんですけども、なかなかそうはいかないですよね。 これが東京円建ての JPX プラチナ。先にちょっと2億から見ておった方がいいですかね。国際市場ですからね。はい。で、先にちょっと2億のドル建ての2億のプラチナの相場から見ていきたいというふうに思います。もう一目瞭然ですね。説明するまでもなく横ばい水が続いています。今、現在、足元950ドル付近。 しかもこれ一目均衡表っていうグラフなんですけども、これの抵抗体、雲の中に入ってますので、もう完全に横ばい、ボックスオーバーに入っているという状況です。マックデ一番下のグラフですね。これも一応、あの、デッドクロスになって、これからゴールデンクロスに入ろうかなっていう状況なんですけどほぼゼロ、横ばい、横で推移してますので、まあ、ちょっと、ね、見受けが取りにくい状況ですね。次に見ていただくのは同じドル建てのニューヨークパラチナ。これも、まあ、冒頭でね、失われた10年。 言いましたけども、まあ実際この2015年以降、ずっとこの10年、ずっと横ばいで推移してますね。1000ドルを中心としたもみ合いということでトレンドが出てない。m ックデもほぼね、ゼロで推移してますので、まあ、これからの予想も立ちにくいということです。ただ、2年連続の供給不足、それと失われた10年、これを取り戻すために、今年後半、あるいは来年にかけて、少しずつこ上向きの傾向のトレンドに入ってくるのかなっていう期待がかけられるかな。 かけられる状況になってます。さて、最後に今度は JPX、円建てのプラチナ相場ですね。最初見ていただくのが JPX プラチナ週足、週刊足ですね。まあ、これは円安の効果もあって、ずっと上昇トレンドが続いています。まあ、このグラフでいう出だし、始めが2020年の後半からですね、これが3000、 えー、グラム3000円ぐらいだったのが、今4957円まで上がってきてますので、マックス約5000円。まあ、倍までいかないですけど、倍近くまで上がっているという状況ですね。で、相対力指数も、瞬間的、この4957円まで上がったときに、70ポイントまでいきましたので、上げすぎから、今、ちょっと修正に入っているということです。 ただし、マクディはまだ、ゴールドンクラスのまま上向きで推移しているということですね。すね <laughs> 最後に今度、JPX、円建てのプラチナの、えー、月足ですね。まあ、これ見ていただくと分かる通り、緩やかな上昇トレンドが続いているということです。足元は政府日銀による、えー、為替介入があって、急速な今円高に、円高に触れています。 まあ、それに伴って、えー、円建てのプラチナ相場も当然、えー、圧迫用になりますので、ここからしばらくは下げる可能性があるのかなという感じがします。ただし、えー、2020年の安値、ね、1843円、これをボトムにして、右肩上がりのトレンドが続いてますので、当面はこの心理的な節目である5000円、あるいは2010年4月の高値、5300飛び4円、これを目標にした上昇トレンドが、えー に入っていきそうな雰囲気があります。ということなんですけれども、ちょっと結論を言うとですね、まあこのニューヨークプラチナ、ドル建てのニューヨークプラチナ、これがあまりにもこう横ばいの期間が過ぎて、ま、長くなってますので、まあそろそろエネルギーがまあマックス近くまで蓄積されて、いよいよ上昇波動に入ってくるんではないかなっていう期待がかなりかかるので、 今、この買い仕込み期、先行きの、えー、値上がりを、まあ、期待しての今、まだ安値低迷のこのプラチナ相場、いよいよ、まあ,あ、もし今年後半から上がるんであれば、今の安値、買い仕込みの時期じゃないかなというふうに考えています。金はあった。それに続いて銀も、まあ、堅調な推移をしている。プラチナだけがね、 プラチナパラチュームはもう暴落して、今、パラチュムと、プラチナとパラチナムはほぼ同値なんですけれども、このパラチウムとかプラチナいよいよ買い場が来,来たのかなというふうな感じがしますので、今の、まあ、安いところ、これを買い狙う戦略が一番いいのかな。特にあの、まあお金を持っている人はね、大量のえプラチナの、えー、現物買いこういうのも、えー、投資としては魅力的なのではないかというふうに考えています。 ということで、えー、失われた10年を取り戻すかどうかというのをテーマにね、今回はプラチナの方を見ていきました。はい。まあ、第1部では議員。銀の方が、でも、4年連続の供給不足ですからね。あと、プラチナに関しては、あまりにもね、この安値テメの時期が長い。まあ、どっちも投資対象資としてはいいですよね。キャッシュで持っているよりも、 まあ、外貨あるいは株式で持つっていうのもまあ、やり方の一つかなというふうには思うんですけども、まあこういった実物投資、金が今は結構高いのでね、出遅れてるプラチナ、あるいは銀、こういったのが狙い目じゃないかなというふうに思って、今回は銀とプラチナ、この二銘柄をピックアップして見ていきました。ということで、今月もお付き合いありがとうございます。また次回もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。では、失礼いたします。